ずっと昔、ソドー島にはノースウェスタン鉄道という、とても規模の小さい鉄道があった。あ、トップハムハット卿の新しい機関車だ。その機関車には小さな6つの車輪。ずんぐりしたボイラー、ずんぐりしたドーム、ずんぐりした煙突があった。隣のホームで吹かれた笛の音を聞いたトーマスは、まだ客車が連結されていないのに出発してしまった。彼はトーマスがエドワードと同じ暗い貨車について勉強するまで一緒に操車場で過ごすようにと言った。トーマスは本当に役に立つ機関車になるために、貨車や客車のすべてを勉強したいと思っていた。助けて、助けて、この貨車を押してくる、貨車が押してくるんだ。トーマス、トーマスってば、戻るんだ。ようやく、ジェームスは線路の上に戻された。君は専用の視線を持つ価値がある。本当に役に立つ機関車だ。